全部カットされた。だろうだろうな。テレビについに見せられた。満を持しての登場。満を持して。ラブリーステファニーです。昔あったことを懺悔し合おう大会。大いに謝ってください。もう本当に本当におこ全部自分が悪い。もう一個行くんですけど、小学校の時に密着されてたじゃん、メンテレさんに。でメンテレさんがたまに家に来たり、最終的にガーナまで一緒に行ったりとかいろいろあったんですけど、ガーナに行ってた時にインタビューを個別でねされて、エブリンもされたと思うんだけど、エブリンさんのいいところはどこですかって聞かれたの。でその時すごい仲悪かったから、私ね子供だったから、今だったらねいくらでも言えるよ、お世辞でも言えるよってなると思う。あの時多分エブリンのこと嫌いすぎていいとこ一つもないんです。うわうわもう悲しい。すっごいね、いろんな不満があったことで言ったの。全部カットされた。だろうだろうな。使えねえよ全部っつって、いいこと一つも言ってない。おもろい。あの時は本当にイライラしすぎてぶちまけたのはごめんなさい。原因は自分だから。そう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 、原因作ったのそっちだから。草ね、いろんな。やばかったね。本当にごめんねみんな。みんなやばい。あ、そうだ、ザギもう一回あった。もう一個。昔エブリンがスーパーで3人で買い物してる時に1人だけいなくなるんですよね。どこに行くかっていうと、小学校の校庭に野球しに行くの。サマに気づかれないうちに、私はちょっとママと買い物してて、エブリンちゃんどこって聞かれて、通常時は分かんない、どっか遊びに行ったんじゃないかなみたいな。機嫌が悪い時、喧嘩してる時はエブリンね、校庭に野球しに行ってた。チクる作んなよマジで。ママ激怒。なんであんな固くなに野球だけはやらしたくなかったんやろな。野球少年たち野球やってるところ見るとめちゃくちゃ強いんですよ。いやばい。校庭結構広いのに、校庭の上から来て、少年たちもこっち向くから。エブリンの母さん、エブリンの母さん。恥ずかしいよもう。ごめんね勝手にチクって。でも普通に考えたら迷子よ。買い物中いなくなるの迷子だから。親御さんだったら切れるよ。間違いねえ。もうなんかもう一つ言いたいこといっぱいある。まだまだね、まだね、ネタつきな。怖いわ。そういう意味で準レギュラーでもう M の部屋とか W リーグの選手じゃないよ。マウリッケの話本当にただただエブリンの部屋。そうか、押さえておきますね。じゃあ胸の内にしまってそうしましょう。すいません急遽来ていただいてありがとうございます。いやいやいや、ちゃんと見返りを。申し訳なかったですよ。本当それな。いやでも自分ごめんなさい。勝手なことをして。全部言いましたみんな。逆になんか皆さんの兄弟のなんかあったこととか教えてほしい。ね、確かにね。聞こう。聞いてみよう。皆さん兄弟であったエピソードちょっと聞いてみたいと思いますので、ぜひ YouTube のコメント欄に載せてください。よろしくお願いします。待ってます。はい、ということでこんな感じでお届けしました。次回のゲストはお母さんです。いやいややめろやめろ。いいとも形式で電話してはい来て次来てということで、この動画が面白いと思ったら Twitter や Instagram に私たちのタグをつけてストーリーなんかに載せてください。またねー。